第97首権中納言定家。おのれ正幸、私の歌をバカにするとは許せん。これでも喰らえ。定家様、宮中でございます。で、少々正幸殿をボコボコにしたと。はい。しかも宮中で。はい。バカかお前は。ライバルの六条藤原家全盛の今、私がどれだけ苦労して世渡りしてるか分かってるのか。早く正幸殿に頭を下げてこい。しかし父上、理由があってのことです。あやつ私の歌を真偽卑怯のだるま歌などと申しました。なんだそのだるまなんとかというのは。だるま歌です。洗礼も根拠もない言葉遣いをする歌、つまり意味不明ということです。大体当たっているじゃないか。父上、お前が新しい表現を模索しているのはわかるが、バカの言葉には常識的な使い方というのがある。それを無視しては。父上、お言葉を返すようですが、無視してはいません。ただそこからもう一歩先へ進みたいのです。でないと他の奴らと同じ似たり寄ったりの歌になってしまいます。まあそうだけど、我が息子ながら傲慢だな。例えば風という言葉一つとってもこれまでにない組み合わせをしてみると、そこには無限の可能性が広がっていて。わかったわかった。でお前は一体どんな歌を詠んだのだ。それは。ん？いいから見せてみろ。これです。ほう、どれどれ。第97首来ぬ人松穂の裏の夕凪に、役や模試を身も焦がれつつ、あなたをひたすら待つ待つ松穂の裏の。もしよも私もじりじりと身を焦がす。ほう、なるほどな。言葉を幾重にも重ねて女性のやり場のない思いを表現しているのか。これは驚いたな。分かっていただけましたか。松穂の裏に朝凪に、玉も借りつつ夕凪に、模試を焼きつつ雨乙女。万葉集の笠の阿村金村の朝歌を本歌として身を焼かれるような恋心というものを余すところなく表現してみました。いやいや、そうではなくて、堅物のお前がこのように真に迫った恋心を読むとはな。さては好きな女でもできたかな。父上、お言葉を返すようですが、これはあくまで大英で。はは、図星か。それで先ほど見せるのを渋ったな。違う。まあともかく、お前の考えはよくわかった。ならばたとえ周りの人間に理解されずとも、己の信ずる歌を作ればよいではないか。父上。じゃあまず正幸殿に頭を下げてこい。お言葉を返すようですが。いいからさっさと行ってこい。後に定家は後鳥羽院にその火災を見出され、歌壇の中心人物として活躍することになる。